はい、こんにちは。税理士川南の YouTube チャンネルへようこそ。オンライン上で税理士を味方につけるということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちらです。2020年から変わる青色申告特別控除が65万から55万円に変更だよというのを動画で説明したいと思います。本日の目次がこちらです。まずね、基本的なことを青色申告特別控除について説明します。その次に何がどう一体変わるのか、改正について説明します。そして最大65万円の控除、そのまま最大もらえるためにはどうすればいいのかという要件を説明いたしますので、動画最後の方までご覧になってください。2020年から変わる青色申告特別控除額が65万円から55万円に変わるよということについて説明していきたいと思います。目次は本日はこのような流れでいきます。じゃあまずね、基本的な青色申告特別控除について説明したいと思います。こちらですね、青色申告特別控除というのはルールに従って帳簿をつけているよという方は最大65万円の控除ができるというのがこの青色申告特別控除です。こちらは10万円控除も選べます。この、ね、青色申告特別控除について詳しくやっていると、ね、今回のこの改正について説明することができなくなるのでサクッといきます。税務署に事前に届け出が必要です。事前に届け出をして青色申告をしますよというふうに届け出が必要になります。そして他の要件について解説します。要件はまず1つ目が簿記のルールで記帳しているってことです。貸し方借り方ということで簿記の席のルールで記帳をしていることが1つ目で、2つ目が貸借対象表を作成していることが65万円控除の要件になります。この貸借対象表ってどういうものですかと言いますと、このように青色の方は青色申告決算書って出すと思うんですけど、これの裏表あるところの4ページ目貸借対象表に該当します。こちらが4枚目です。こちらにねよく見ると書いてあると思うんですけど、貸借対象表ってあると思います。この4枚目を記載して出すということが65万円控除の要件の2つ目になります。あと期限内申告をすることです。必ず3月15日までに申告書を毎年出していることです。これね、申告期限を出してしまいますと青色申告が取り消される場合がありますので、必ず期限内に申告するようにしてください。まあ、ざっくりと青色申告特別控除について説明いたしました。一体今回は何が変わるかと言いますと、図の方が分かりやすいので図で説明したいと思います。これ国税庁のところから持ってきた資料なんですけど、これね令和2年の、ね、所得税の確定申告から青色申告特別控除額、基礎控除額が変わります図があるので、こちら分かりやすいのでこちらを使いたいと思います。改正1ですね。こちらが先ほど言った題名で言った青色申告特別控除額が変わりますということです。今までは65万円控除だったのが、改正後は55万円に10万円ダウンします、下がります。その代わり基礎控除額というのがあるんですけど、これは誰でもね確定申告をする際に38万円控除がもらえるんですけど、それは逆に改正後48万円で10万円アップします。これが大きな2つの今回の改正になります。で、65万が55万円に、この38万円が48万円になります。ってことはどういうことかと言いますと、 e-tax による電子申告をすると引き続き65万円の青色申告特別控除額は受けれます。もうちょっとね詳しくいきたいと思います。今まではね基礎控除額が38万円でした。これに青色申告特別控除65万円使う方は65万円合わせて合計103万円の控除が得られます。それがこの基礎控除額が48万円に上がって、要件を満たした方は今まで通りの65万円になることができるんですけども、それを合わせると結局ここが48万円と、まあ、最大65万円控除を狙うと113万円が控除されるので、結果、今回の改正で10万円控除額がアップする。合計103万円だった控除額が113万円になり、控除額が10万円上がったという形になるかと思います。で、10万円の、青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様になりますのでお気をつけください。65万円受けるにはどうすればいいかの説明をしたいと思います。最大ね65万円受けるための要件は、先ほどね青色申告特別控除の時に説明した要件3つですね。簿記のルールで記帳すること、貸借対象表を作成する、まあ、確定申告書の4ページを作成してつけること、期限内申告をすること、これにプラス e-tax による申告をしていることになります。または電子帳簿の保存をしているっていうのでも構いません。どちらでも OK です。まあ、e-tax による申告をすれば65万円最大を受けることができます。ビフォーアフターを比べて見てどうなったのかっていうのを図で見るとね分かりやすいかと思います。これ全国商工団体連合会と資料を借りてきたものなんですけど、改正前はですね、今まで簡易な記帳の場合は10万円、ルールに従ってきちんと要件を満たしていれば65万円控除がもらえました。それが改正後ですね、今年の改正によって10万円はそのまま変わらずですね、10万円、
今まで通りのこの 1,2,3 の条件だったら65万円控除か55万円控除に下がりますよということなので、従来の要件だと55万円、要はだと書類を不定申告をペーパーで、まあ、郵送をしたりとか印刷して出す場合の方はこちらの55万円に該当しますよということです。でも、今まではね、この3つでやってて e-tax で出してなかったよっていう方も e-tax で電子申告をすれば最大今まで通り65万円控除がもらえる、3つの方に分かれるってことです。今までは10万円か65万円か白色って方法があったんですけど、今回は、青色の場合は10万円、55万円、65万円の3パターンの方が出てくると、これプラス白色申告しているって方が出てくるっていう風になるかと思います。こうやってねちょっと図で見るとね分かりやすいと思います。これではね皆さんやっぱり65万円控除欲しいじゃないですか。今まで通りね10万円というね小さいようで大きい差になりますので、じゃあどうすればいいのか、 e-tax を利用するに、まあ、電子申告をすれば最大65万円控除がもらえるっていうことです。流れ的にはまずマイナンバーカードを取得します。マイナンバーカードの取得についてはまた一度マイナポイントっていう動画を作ったので、そちらの方で少しねマイナンバーカード取得の方法紹介してます。そういう方はそちらの方の動画も合わせてみてください。まずマイナンバーカードを取得します。市区町村に行ってね申請書を出して出してくるというものは例の手続きになります。そして IC カードリーダーが必要になります。またはスマホでも大丈夫です。このね IC カードリーダーってどういうものかって言いますと、こういう機械がありまして、カードこのマイナンバーカードを挿したり上に置いたりすると読み取ってくれるっていうものです。まあ、Amazon とか楽天とかさんでも売ってますので、まあ、電気屋行っても売ってますのでそちらが必要になります。まあ、それねお金かかって嫌だわって方はスマホでも対応するものが今出てきているそうです。これはねマイナンバーカードを自分の持ってるスマホで実際読み取れるかどうかっていうのは実際ちょっとねやってみないとわからないそうなんですけど、もしね機種で対応している場合がありましたらマイナンバーカードを、スマホで読み取ってTaxの方に進んでいただければいいと。で3つ目ですね、まあ、この2つ1番2番をクリアしたら確定、こちらね確定申告書の作成コーナーを利用していただいて電子申告をすればいいかと思います。この確定申告書の作成コーナーどうやっていくのかっていうのを、ちょっと概要欄に、ね、URL を貼っておきます。国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーへ行っていただき、こちらの方で、データを作成し、まあ、順番に従ってねやっていけばなんとなくできるようになって出ますので、初心者の方はちょっと厳しいかもしれないですけど、毎年ね e-tax で不定申告書を作ってるよっていう方はこちらの電子申告に切り替えていただいて最大65万円控除もらえますので、そちらの方を狙った方が絶対にお得だと思います。マイナンバーカード持ってないしとか、マイナンバーカードね作るのめんどくさいわとかいう方は今まで通り郵送や印刷して税務署に持っていくってことになると思うんだけど、その場合には55万円控除になりますので、そちらのね記載ミスをしないようにお気をつけください。65万の55万円の記載を間違えないようにすること と、基礎控除がね38万円から48万円に上がってますので、こちらも手書きで、申告をする方は38を48にするっていうのを忘れないようにしてください。こちらも合わせてお気をつけください。それではね今日の動画は以上になります。オンラインサロンというのを運営してまして、オンライン上で税理士を味方につけるということで月額制の完全会員制、まあ、税金や経理の話もするんですけど、私が普段どうやってビジネスを考えてしているかっていう話とか、まあ、YouTube の裏話で普段こういう風なスケジュールで動いてますよとか、相談や質問もオンライン上で OK です。あと定期的に、私とコミュニケーションを取るということで Zoom で会議も行ってます。オンラインサロンぜひね興味あるわっていう方は概要欄に URL 貼ってあげますので、そちらの方ぜひクリックしてみてください。はい、それではねぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと感想やコメントいただいている方ね、いつも本当にありがとうございます。感想やコメント、あと取り上げてほしいテーマとなりましたらどんどん書き込んでいただけると嬉しいです。はい、それでは本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。